ペーパーチャレンジのヒュートです。高陽です。クリッチです。おたやまです。ニノです。田中です。シゲです。はい、お願いします。はい、はい、というわけで本日は埼玉県入間市にあります入間中央公園に来ております。はい。今回は対外試合をさせていただきます。その試合前にちょっとグラウンド使わせてもらってロングティーやります。ガチで。まあ、試合前のアップも兼ねてね。そうですね。今回は翔平をぶっちぎりたいやつが一人いるんですよ。この中に。一人いまして、はい、その彼がね、どうしても勝負したいということで、はい、破壊王です名前のごとく破壊王なんで、あのきっとね、あそこ あのライトまで飛ばしちゃうと思うんですけど、僕も負けちゃう、はい、で、その他の皆さんはちょびっといろいろお手伝いをします。心の中で、僕もちょっと打ちてえな、僕もちょっと超えたいなって相場いますね。あ、いないですね、ここ目悪いかな。じゃあみんな打つか。超えないとちょっとダメ。超えないと遅れになっちゃうから、一本でも超えなきゃダメ。いける？全然うなずかない。いけるいける。いけるっしょ。レガシーですよ。レガシーなんですよ。じゃあいけますよ。余裕っしょ。むしろ全員いけると思うんで、レガシーです。ちょっと時間の都合で、まあ、4人でやりますみたいな。それではやっていきましょう。コン。よし。いきまーす。さあ、いきます。ねえ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 、え、そういうキャッチボール？お疲れした。どうですか？いや、翔平さんにはやっぱり勝てなそうですね。記録ゼロ本でした。ゼロ本です。はい、お疲れした。ありがとうございました。ありがとうございました。ほい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 。ヨンドが泣きそうな落としてるけど。上がらない。行こう。ラスト。行こう。上がったけどな。お疲れ様でした。お疲れ様でした。いつもどんなバット使ってるんですか？基本的には木製を、まあ、使って。木製使ってるんですか？はい。じゃあビヨンド合わないですね、やっぱちょっと。そうです、あんまり普段はあんま使ってないので。そうですね。そこまではしっくりと。ちょっとじゃあこれを機にちょっとビヨンドに慣れてもらう感じで。はい。ぜひとも、まあ木製もいいと思うんで、次回あの木製でロンティやりましょう。はい、ありがとうございます、はい、ありがとうございました。本番いきます。うまいな。お、番直です。いいんじゃないですか。全然超えてない。ラストラストいきます。ラスト。
お疲れした。あざした。あざした。記録はまあ柵越えてならなかったんですけど、はい、でもまあセンター110とかなんで、はい、間違いなく90とか超えてるんで、そうですね。レフトとかライトで打つと超えます。そうですね。伸びしろっす。伸びしろっすね。はい。はい、どうもありがとうございました。いきます。いきます。はい、というわけで今回はロングティー対決やってきましたが、残念ながらエンディングを取るのを忘れました。結果は翔平 TV が1本のホームランということで、残りの3名は0本ということで翔平の勝利となりました。ぜひともまた対決したいと思います。この動画がいいと思ったらチャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。それではありがとうございました。来た、入った、はい、よっしゃー、さすが。はい、こちらをプレゼントいたします。1万人行った時用のプレゼントとしてペサントの内野公式用になります。まあ視聴者の人はね、公式やってるから軟式グローブもらってもしょうがないって人が、そうそう、多いと思うんだね。でしかも僕あえてこれにしたのが、あのカラーリングも高校生使えるカラーリングなので、まああえてこういうのを買ったっていうのもあるっちゃあります。まずは1万人、1万人達成したら、そうです、オーケー。この動画なり、まあいろんな動画にペサントのグローブ分かるように、はい、デサントのグローブ欲しいです。デサント、まあ、あの今並行してモンタナさんの現代モデルも、まあ、8000人のやつなんですけど、まだモンタナさんの方の登録も終わってはいないので、デサントのグローブ欲しいです、はい、そうです、現代グローブ欲しいです、はい、両方でもいいですよ。そうですね、はい、コメントしてもらえて、はい、でまた1万人達成した時に、ただ達成しました動画っていうのも出るとは思うので、はい、まあ、そちらに再度やってもらえるような形です、まあ、常に動画から見ていただいて。そうです、はい、いつ発表するか分かんないですよ。そうですね、いつ1万人か分かんない、1万人か分かんないんで、僕らのインスタとかツイッターもね、はい、結構いろんな情報、裏情報とか、はい、突然ゲリラプレゼント企画やっちゃうと思うんでね、はいはいはい、あの登録しておいてもらえれば、はい、いいかなと思います。そうです、お願いします、はい、革自体もいいグローブなので、今回もね、あの前回も僕は高校生向けなプレゼントだったので、今回もちょっと高校生とかぜひ、たくさんの応募お待ちしております。はい、現在翔平 TV プレゼント企画開催しております。モンタナスポーツのインスタフォロワー3000人達成で現代モデル軟式をプレゼント。現在チャンネル登録者数9000人突破、皆さん本当にありがとうございます。まだまだこれからですが、1万人を目指して頑張っていきます。1万人達成したらさらにプレゼント企画を開催します。皆さんの応援よろしくお願いします。ありがとうございました。チャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。それではありがとうございました。翔平 TV T シャツ販売、走れ大井チャンネル、大井くんの T シャツも販売しております。モンタナスポーツのリンクから飛べますので、ぜひともチェックしてみてください。皆様チャンネル登録はお済みでしょうか。チャンネル登録1万人まであとちょっと、頑張っていきますので、皆さん応援の方よろしくお願いします。それではありがとうございました。